さーて始めるか。確認にやることがあるんじゃないのか。バカ野郎、魚介類は足が速いんだ。黙ってく。何か言いたいことはあるか、凌介。別に。今日の交流戦は始まった。俺とお前の対戦がすべて。望むところだ。始めようぜ、凌介。本物のバトルってやつをな。意外といえば意外だったね。7001が先行で行くとはね。スタート直後に微妙な駆け引きがあったのは確か。2100のドライバーは何らかの意図があり後追いのポジションを選んだということじゃないか。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。コントロールのできる人なのに。そこまで攻めないと逃げられないんだ。半身間で心快速をちぎれる凌介さんについていけるということは、須藤恭一も超一流ってことだ。あの凌介さんと互角のテクニックを持ってるんだ。さすがに波の走り屋じゃないぜ。綺麗にラインに乗せていく。首都圏で鍛えた俺の目で見てもお前のレコードラインは完璧だぜ、凌介。だがそれゆえに俺にはもうお前が怖くないんだ。Say you caught me by surprise, caught in the storm of your warm embrace.
忘れちゃいないぜ凌介。お前も多分よく分かっているはずだ。今日のバトルは互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことをな。信じろ。まったく、たちの悪い車だぜ。くるっと回ってドカンと立ち上がる。加速競争では手も足も出ないな。どうした凌介、なぜ仕掛けてこない。お前はそんなに諦めのいいやつじゃなかったはずだ。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るかソルかのワンチャンス、チラチラと見え隠れする。針の穴のような突破口をつく。絶対有利な立場にいるはずなのに、なぜか追い詰められている気分だぜ。俺の中に凌介に対するコンプレックスが残っているのか。だが勝てばそんなものは消えてなくなる。どこからでも来てみろ、凌介。高速コーナーを足掛かりにしてチャンスを作る。お前の唯一の弱点は境地。お前の弱点は二人だ。はっきり言えば下り坂が下手くそだってことさ。凌介、てめえこの野郎は。完全勝利。関西にレッドサンズありってな。そんな上一さんが負けるなんて。バカ野郎、まだ勝負はついちゃいねえ。2100の再加速性能ならこの程度の差は取り返せる。上一ならやる。問題ない、兄貴は読み切っている。このまま逃げ切る。We are caught into the storm, into the eye, going on the mind. Will I never see you shine?
なぜだ凌介。どうしてもわからねえ。俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか。俺がなぜお前に勝てないのか。頼む、教えてくれ。京一、俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。車をコントロールするテクニックの問題じゃない。お前の弱点は下りコーナーだ。ある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔を覗かせる。すげー、すげー。下りだと。バカな、ありえない。種を明かせば答えはシンプルだ。1、2、京浜急行には高速下りコーナーがないんだ。3、高速運転で鳴らす京浜急行だが、横浜伊勢は首都圏でも屈指のテクニカルコースだ。しかし高低差はそれほど大きくはないからな。高速下りコーナーに苦手意識があるのではと踏んでいた。先日の2000とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ。まさにカリスマだぜ。